おはようございます。7月2日5時49分の相場解説になります。えー、これは日足を見ているところなんですけども、日足はですね、ここがポイントになります。横一線にレジサポラインを引いたときに、えー、まあ横ばいから上昇して、あとは下の方で展開するかなと思ったんですけども、上昇波がね、強いのが来て、その後こういうふうになるような予測を私は立てておりました。が、そうはならなかったです。途中まではなったんですけども、 さあ、ここからね、下落が始まりましたね。青い線が今形成中でございます。4時間の方を見て、詳しくお話していきます。4時間の方を見てみますと、ここがだからレンジラインになってきているわけですよね。このレンジを抜けて、一息ついて、大きな上昇が、このままもっとね、N 波動をぐん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 私は起きると踏んでいたんですけども、そうはなりませんでした。どうなったかというと、ここから下がって、 えまた、ね、この、えー何ですかね、レンンジラインに入っってしまったとというここですねでこの後どういうふうな動きをするのかということなんですけども昨日の時点ではね、綺麗なトレンドラインが引けていたという話をしたんですよ。残念ながらこういうふうにね、移動平均線レベルで見るとこういうふうな感じでい、えー、ってたと。で、今回こうグッと落ちたところなんですけども、こことちょっと似てますね、ここと。グッと落ちた後に、 上場波動を作るのかな？っていう気はするんですけども、これは願望が入ってますんで、そうならなかったらどうするということです。というのがここにね。墨足とえ陽線の上、ヒゲが出てるんですよ。これは大きな下落を作っているんですよね。で、その後このヒゲで陰線が止まっているという風に見えなくもないんですけども。 このまんまね上昇を続けていくのかどうかっていうのはいまいち自信が持てないところですうんまあですんでねちょっと23時間あと様子を見させていただいて移動平均線を込みで実態を知っていこうかと思いますけどね横ばいに入るんじゃないかなと思いますけどねこれは横ばいのラインもこの辺りとこの辺りを結ぶ横ばいですようんではどうなるんでしょうか今日は中深く見ていこうかと思います